午前10時の鶴間公園です。今日は上着がいらないほどのポカポカ陽気で、最後の花見をしようと多くの人でにぎわっています。鶴間公園の桜祭りは当初今月7日までの予定でしたが、桜の開花が想定より遅れたため1週間期間を延長しました。名古屋市によりますと、鶴間公園の桜は5日金曜日に満開となり、昨日の段階で半分以上が落下した散り果てとなりましたが、週末の今日は今年最後の桜の様子を楽しもうという人の姿が見られました。鶴間公園の桜祭りは明日までです。